春ツアー3公演目のライブ前です。そうですね、やっぱり仙台公演というか宮城公演もう2公演終えまして、すごいいいライブだったんで、さらにねいいライブを見せていきたいなと思います。そして今回のツアーなんですけど、やっぱりストーリーをめちゃめちゃ重視してるなっていうのが分かるんで、そこのところを注目してみてほしいのと、結構皆さんの元へ駆けつけるので、なんかそこで皆さんとコミュニケーションを取れたらなと思います。頑張ります。さあ、埼玉公演が、今日あるということで、そうですね、本当にまだ仙台、まあ、この前あって、でまだ次2年目ということで、まだまだ前半戦なんですけども、まあ、頑張っていこうかなと思ってるんですけども、一番の、まあ、僕の思う見どころは登場と波形の部分をめちゃめちゃ見てほしいなとは思うので、まあ、ライブ来てくれれば絶対に見れるところなので、ぜひ楽しみにしてもらえばなと思います。それじゃあリハーサル頑張ってきます。これ動画撮れるんですよ。お母さんのカメラもらったんで今日持ってきました。撮ってみます。はい、じゃあ皆さんおはようございます。おはようございます。ケイヤジュニアルです。リハーサルよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。じゃあリハーサルいきたいと思います。はい、では本番もよろしくお願いいたします。リハーサルありがとうございました。埼玉公演本番よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうも、よしさかなめです。ということで本日は架空のアウトラインに埼玉公演でございます。まあ、2公演、まあ3公演目ですけど、実際は、2カ所目ですね、春ツアー。なんかこの春ツアー本当になんか新鮮な気持ちで臨めてて、本当に新たな出会いっていうものの素晴らしさに改めて気づかせてくれるライブだなって、こうお客さんのこう生でライブやってて見える表情がなんか今まで見たことない表情のように感じて、なんかそれも一個春ツアーならではの良さなんじゃないかななんて思いながらライブをやっておりますけれども、まあ、今日は埼玉、今回東京がないから、まあ、関東は埼玉でのライブなんですけれども、まあ、本当に埼玉で集まってくれた観測者のみんなと楽しい時間を共有できればいいなと思っております。そして今回何よりもね、物語を軸にしたライブですので、その物語を皆さんに届けて、物語の中に皆さんも入ってもらって、で最後の最後にこう現実を感じて終わる、そんなライブにできたらいいのかなと思ってます。その中でも僕は特にですね、ダイヤモンドリリーっていう楽曲の前にこうインターンスインターがあるんですけど、そこはもう完全にもう半分お芝居みたいなもんなので、そこはぜひ注目してほしいなと思ってます。ということで埼玉公演頑張ります。原因は自分にあるの武藤潤です。春ツアー埼玉公演ですね、架空のアウトライン、今ですねリハーサルが、終了いたしました。この後本番です。いや今回春ツアーということで、なんか春にふさわしいようなこう楽曲を揃えた、まあ、メドレーだったりとかコンセプト EP の新曲でこう物語を作っていく、そんな見どころの詰まったライブとなっております。いや僕的にはやっぱり一回ライブの中盤でね、終わるんじゃないかって雰囲気を見せといて、いやまだやるよっていう感じのところがあるんですけど、そこからの流れがすごく僕的にはおすすめです。はい、ということで本番この後ありますので頑張っていきます。よろしくお願いします。長野亮太です。ライブツアー2024架空のアウトライン、2公演目3公演目か、前回仙台2公演やって、今日は埼玉ということで、やっぱライブ毎回やってるんですけど、毎回同じぐらい緊張するっていう、毎回初々しい長野亮太なんですけれども、まあ、今回の春ツアーはまあいつもと違ってアンコールがなくて MC が1個っていう感じで、結構攻めたセットリストではあるんですけれども、まあ入場っていうの、まあなんていうの、入り口、ライブの始まりが煙でバーって言ってメンバー見えなくて登場みたいな、吐ける時も煙でバーってなってっていう、こう今回コンセプト EP が元になってて、ストーリー仕立てのライブではあるので、そういうなんか箇所箇所でここ繋がってるんじゃないとか、こうストーリー繋がってるんじゃないっていう考察だったり、何回来ても楽しめるようなライブになってると思いますので、今回来た方はね、
こうメイキングと合わせてこんなこともあったなって思ってくれたら嬉しいです。もうあとちょっとでライブということでちょっと緊張するんですけど、精一杯今日も頑張ります。行ってきます。皆さんこんにちは、大倉隆人です。本日埼玉公演です。はい、今回コンセプト EP 加点法のあなたを引っ提げての春ツアー架空のアウトライン、今回埼玉公演ということでですね、もうすべての演出がコンセプト EP の、 あの全6曲にねこう収録されている物語チックなこう世界観がねコロコロと変わって、この終わり方もねとても幻想的な、すごい儚い終わり方をするのが僕のこう注目ポイントではあるんですけど、中でもやっぱりこう要が ある曲の前に一人でこうバレエのねダンスをするんですけど、メンバーとしてやっぱりこう要のバレエの良さがやっぱこう生きる時がついに来たなという感じで、毎公演毎公演僕は心を震わせてドキドキさせてワクワクさせて見守っておりますので、皆さんもねぜひ注目してほしいなと思っております。ということで埼玉公演頑張ります。今日は埼玉公演なんですが、もうね本番直前なんですけどもですね、気合はめちゃくちゃ入っています。今回のツアーはですねストーリーを大切にしていてですね、こう本当にショーを見てるようなステージになっているので、本当にね集中力がちょっと抜けないんですけども頑張っていきたいと思います。僕の一番の見どころはですね、マサヤとね一緒にするダンスブロックがあるんですけど、そこがねめちゃくちゃ見どころでしてね、ちょっと最年少組2人で踊ってるところがエモいなっていうことで、そこが見どころです。頑張ってきます。またねー。もう本番です。いやちょっとねこのちょっと絶妙に長い時間が緊張しますね。で頑張りたいと思います。皆さん僕は気づいたんですよ、緊張してる時って呼吸が浅くなってるんです。深呼吸をすれば落ち着きますから。全然落ち着かない、ペラってなってるよ今。はい、うん、行くぞ。原因はどうぞ。マスク、マサヤ、ヨタ、チュン、カズマ、カレン、オルラリン、アッシュ。はい、ということで埼玉公演終わりました。終わりました。いかがでしたか。いや喋ったね。この通りくったくたですよ。もうやりきりました。埼玉の観測者もマジで元気でした、ね、めちゃくちゃ声出してくれたし、僕らもすごい元気もらったからこそ、こう純くんが言ってた通り、さらには俺らもやってやろうってことで出し切ることができたんで、改めて本当にありがとうございます。火力と火力のぶつけ合いだった。本当にそうでしたね。いや楽しいツアーですね本当に、うん、なんか次の公演を含めたらあと3回4しかないんだよね、もう。そうか、大阪、大阪。なんか4回もあるじゃなくて、なんか4回しかないっていう感じがするんで、1回1回大切にまた頑張っていきたいと思います。はい。じゃあ、マサヤさん、最後、締めのコメントお願いします。いや、本当に次は、次のはどこかな？愛知ですね。愛知。次は愛知で皆さんお待ちしております。またねー。バイバーイ。バイバーイ。